しかない。もっといい加減にしなさい。結果するじゃん。男は土俵、女は愛嬌、俺はヒンドゥー教、こいつの親父はジャジャジャ。なんじゃやん。兄弟は生まれながらのライバルであり、互いに比較したり劣等感を感じたり、親の愛情や扱いに差を感じたりしてしまうから、兄弟だからこそ他人には感じない激しい憎しみが生まれ、特に手や足で殴り合ったり乱暴なことを言い合ったりします。こんな感じでか。そうです。やるからお前、今が百年付け安倍氏、この動画高評価絶対お願いします。押してよ。兄弟喧嘩が起きるのは互いの距離が近い。しょうがねえ、シスターコンプレックスはもう俺お前のこと大好きやもん。マイちゃんはお兄ちゃんのこと嫌いなの。俺は大嫌い。家の外では子供は子供なりに我慢したり遠慮したりするやん。家の中で家族が相手だとその我慢をしなくなるってことやろ。大人も仕事の相手や友達に言われたことは多少腹が立っても我慢できるのに、自分の夫や妻に言われてしまうとつい言い返してしまうことってあるよね。やっぱり血が繋がっとるからどんな遠慮もシンクなるんや。やっぱり親しい中にも礼儀ありやからちゃんとすべきねんけど、でもそこを抑えられんくって喧嘩に勃発してしまうってことや。ママによく言われるねんけど、兄弟は小さい頃喧嘩しておくと大人になってからすごく仲良くなるよって言われた。だからうちら仲いいんだね。そうだね。せーの、ハート。違った。これは仲悪いってことだね。俺らが時たま仲悪くなってしまうのは、それだけ精神的な距離感が近いというところがあるんや。特に前たちの喧嘩の場合は感情にセンスの動きが伴いやすいので、こんな感じだな。そうだよ。些細な音でもつい叩いたり蹴ったりして喧嘩に発展しやすいんやな。そういうことでござる。じゃあ親は20歳妹22歳兄貴との喧嘩にどう対応してくるのでしょうか。基本的に兄弟喧嘩っていうのは親が立ち入れないのが原則だと言われております。でも前たちの争いは避けられるよね。あんちゃん、おはじき食べとき。おはじき食べときって言ってるやろ。おいちゃん、ドロップがええ。だって私たちは空間を、両親を、ペットを、おもちゃを、そして電子機器をシェアしているのですから、互いにぶつかり合うことは必然的やな。今回の企画、息子の娘が殴り合いで喧嘩をし続けたら、両親は仲裁に入ってくれるのか。最近またヤスシとサキが喧嘩のためにすぐ離婚しだすっていうや。3日前のことやけど、凄まじい喧嘩が下の階で繰り広げられていたのです。まあ、どの内容だったかっていうと、お風呂場の掃除をパパがし忘れて、俺がするって言ってたにもかかわらず、しないでずっと寝てたらしいんですよ。それでお母さんが帰ってきた瞬間にブチ切れて、すごい喧嘩が巻き広がっていたのです。俺らが取っ組み合いの喧嘩をしてたら、それを父母が止めに入り、親としての責任感、夫婦の絆が生まれるかもしれない。そして離婚阻止、完璧な計画でございます。家賃が払えんくて家を出されて、今やホームレス。それ誰かな。僕だよ。それでは次。お母さんは今幽霊しています。見えにくいと思いますが、ベッドで爆睡しています。親父は多分1階の自分の部屋にいます。俺の部屋で喧嘩を繰り広げとったら起きて多分来るやろ。俺ら今から兄弟喧嘩するわ。俺らの規制を聞いて親父も多分上来るやろ。だってこの下は親父の部屋になっております。だからここでどんどんして規制ばっかり出しとったら、お父さんも上に上がってきて怒鳴り刺されるでしょう。ベッドに水を垂らします。あっ、バカ野郎。前がおねしょをしたっていう設定にする。前が放尿したって知ってお兄ちゃんが激怒するってこと。これ前ちゃんのおしっこです。皆さん、俺は自分の部屋で寝とる時に前が勝手に入り込んできて、それでおねしょをしたっていう設定です。せやせやせや。カーコーカーコー。夢の中で大地が出てきた。これはおしっこしろってことかにゃ。放尿開始。ジョ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 。お前おしっこ漏らしたよ。なんだお前ここで寝たら。何お前ションベン漏らしとれんてや。わかれ。いっぱいやっといてや。何やっとったわけじゃ。前のおっぱい触らしといて。いや、マナさんに興味ないわ。人形くせえ。人形って女の子に言うもんじゃ。似合うよ、ボケ。なんで全部前のせいにするげんて。こんなにどうやったらもう漏らしすれんてや。よく引っ張らんといてや。だいたい前の動画の時にシート汚れたから、ここで寝ることになってんのや。知らんまいな。それってお前のせいやろ。いや、もしかしたら寮が寝相悪くてここまで来てお漏らししたかもしれんや。何に前のせいにするんか。お前ふざけんな。人をバカにするのこれでしとけ。あ、別バカにしてねえし。聞いてこわすぞ俺。ほんとムカつく。髪の毛も最近決めやがって。気持ち悪いんやで。お前その髪の毛に合わんから。うっせえな。おめえだってな、彼氏に振られてやるや。あ、あれ前がうっせえ。ママ昼寝しよう。何喧嘩しとるんてや。うっせえとお前こっちは。ちょっとちょっと待って。二十歳になって二人とも二十歳過ぎて、なんでそんな特命を喧嘩してるんて。うるせえ。おめえ黙っとるや。お前らも黙るよ。静かにしろって。ママの方が一番うるさいし。なんで何やお漏らししてんて。前が何で漏らししたんて。してないって。前じゃないって。洗濯しろ。何で前の下に濡れとれないね。もうアンモニア臭やばい。なんで20歳にもらって兄貴の部屋侵入してくるの。いや、だからお前のせいで前のベッドに寝れんかったつっとるやん。知らんわ。やめて喧嘩するの。お前は黙れてそれでいいや。ちょっと頑固じゃないか。やることがくさやな。ねえ、マジ何で今の突き飛ばしたままのこと。さあ、この女家から追い出せや。ドアの前焼きを前のベッドの上で取って、それでなんか汚れたから俺の部屋ベッドに寝とれんて。ちょっと待って、これどうするの。ねえ、こうおしっこどうするの。待ってや。ねえ、いい年して喧嘩すんだよ。マジの何やめとけって。もう女の子は何いいね。出て自分で行け。はい、もう行けって。あんた
ね。大きくなったら仲良くしてからさ、どうすんかいね。子供の時の喧嘩とわけが違うねんよ。分かったって出てけ。とりあえず第一の作戦は完全試合行こう。まいちゃんいたの？まいちゃんいたよ、ここに。こちらの拍手の演技、皆さんどうでしたか？次の喧嘩作戦は俺がリビングで編集を始めるからさ、コンセント思いっきりぶち抜いてくれ。それで電源切ってくれんけ。分かった、了解しました。親父も俺らの規制を聞いてリビングの上に上がってきたから2階に。それでは次。あ、おしっこ猫出る。前もおしっこしてんよ。ありえくないけ。二十歳になっておねしょする子のどこにある？なんでおねしょしたん？わざとしたん？あんな匿名の喧嘩ってみっともないよ。そんなことぐらいわからんか？返事ぐらいしたらどうやのに、あんたらママ一生懸命に。あ、こっち電源切った。あ、なんで電源切ったんや。こいつうまい。あ、やべ、コンセント抜けやった。こいつ何したんや。何気しとれんてや。喧嘩すんだって。喧嘩すんだって。人やろ。見るって何。さっきからずっとこうなんねん。お前全部前のせいにしてくるもん。してねえわ。いやしとれやんけ。そんなの出て気持ち悪いな。なんでお前俺のデータ消すの？わざわざパソコンの電源切るわ。なんでいきなりこんな風に喧嘩すんの？そんな人連絡こんな風になんで喧嘩するの？何言ってんの？ビビビ不正な毎日毎日。やめといて。ねえ、もうやめとけって。やめといて。出といて。やめと。離れて。ムカついてもやっていいことと悪いことあるやろ。やめとけ。やめとけって言ったよ。もういいもういいもういい。やめとけって。あー、お前黙れよ。いてなんでママに何するげんて。ママに何するげんて。うるさいよ、ほんとに。こっちは 2,3 時間かけてファイナルカットプロっていう編集でちゃんとカットしとるやつ。うるせえな、お前昨日ゲームストップせいで前に課題すぎたのに全然集中できんかった。クソ。昨日お前がうるさくて課題集中できんくて間に合わんかったんや。提出何意味だから。俺何もうるさくしてねえわ。お前の 2,3 時間の苦労なんてどうでもいいわ。まずざけんなお前、調子あんまり乗ってない。もうお願い、やめて。やめて。とにかく別々にないって。いや、こいつおかしいって。何喧嘩するなって。いや、2人きりの兄弟やろ。あんたらママとパパが死んでもその後2人で生きてかんねんよ。死の通いあった兄弟ねんよ。くだらんことやめよ。ここで編集しとって、ここでおったら喧嘩になるから。早く行くから手を離せって。ああ、もうやめてって言ったよ。やめとけって言ったよ。いきなりポンってパソコンの電源切られたらどう思う？自分やられて嫌なこと人にしたらダメっていつも言っとるやろ。何でお前帰ってきてんて。あれから30分ぐらい経って結構静寂になりましたね。俺、お前が取ってあるケーキ食べるからさ。え、食べちゃうの？よそ、ぶち入れてくれ。分かった。ケーキ、前のケーキ食べてやる。ね、ちょっと待って。おい、それ前の友達じゃない。プライズのケーキ。なんや、なんや、ダメなん食ったの？でも食ったやつ前食えるしな。美味しかったですわ。美味しかったですわじゃないよね。マジで何言うの。マジでお前らまた何喧嘩しとるんだよ。おい、こら。ねえ、前も友達からもらったケーキ食いやがった、こいつ。おいしいケーキですわ。こら、クソガキや、お前。何しとんねん、お前。なんでそんな前のに嫌がることするの？最後の1個残っとって、これ楽しみにしとって夜食べようっつって。お前、ふざけんなよ。なんで？ちょっと女なのに言葉汚すぎるぞ、最近。二十歳の女。お前はな、俺の大事な寝床奪ってんぞ、今日寝る場所。いや、知るかいよ。お前、どこでも寝れるやろ。マンションでもベッドあるからいいやんけ。マンションって言うけどな、俺は自分の家で寝たいんや。この実家で寝たいんや、あのセミダブルベッドで。お前、それはお姉ちゃん。お前が実家おるんやったらお前出てくわ、早く。お前らじゃ出てけ、二人でも喧嘩ばっかりして。うるさいわ。お前もうるせえわ、声でけろ。こいつらがこんなことばっかりするんですよ。ふざけんな、お前のせいでこんな家族でおかしくなってんだよ。こいつが初めてやつば喋たくない汚いげんって。お前歯磨きしてないくせにケーキ食うなよ。しかもフォークで食えや。なんで初めて食うげんって。お前の菌全部使えるんや。俺のベッドはお前のおしっこで全て汚れてんだよ。お前の口臭菌ついたらお前の口の中も臭くなれるんや。お前の尿の菌ついたら俺は熟睡できるのになる、バーカ。そんなくだらん悪口を二人で言えるな。前も地獄に突き落としてやれ。俺も突き落としてやる。やれと言いがしろ。お前ら二人揃って本当に聞いとるよ。パチクパチク、本当だら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 さあ。動画とか見とると言葉マジで汚ねえぞ。知らんすかも。ないね。いいし別に。どうも。ほんとめたい。こいつの方がムカつくわ。いや、もうやめるって。じゃあ言うけどさ、あんたら二人夫婦もいつも喧嘩してるやろ。それと一緒じゃんや。お姉さんなんかせん。小学生の頃なんてお母さんブチ切れて親父に包丁手あげたやんけや。したことねえわそんなこと。いやでもほら前だって出てったやんけ。お前のことみんな
目障りやと思ったんやって。いや、お前のことが目障りだ。お前が今回発展させたいから、この喧嘩に全ての執着点を。そうやけど、まあ本当出てたわよ、お前。お前のせいやろ。いや、サキこて出てちゃったね。2人の大きい喧嘩が4人の大きい喧嘩になっちゃいましたね。まだまだ俺らの喧嘩続行させるぞ、行くぞ。それでは次。はい、まいちゃんの服を着ました。前の服着て何する気？これで出かけるって言ってまいが俺にブチ切れる。こんにちは、古川優香です。全然古川優香ちゃんじゃない。似合ってるでしょ。これインした方が可愛いんだよ。前のお気に入りの服なのにあんたの油がずれてつく。汚いよ。しかも前より足細いから余計ムカつく。でも足もジャムジャやし、やだ。まいちゃんこんなキャバ深くなったら男の子みんなに嫌われちゃう。それ行こう、次。りょうとまいってちっちゃい時からよく喧嘩してきたよね、うん、でも小さい時よく喧嘩する兄弟って大人になったら仲良くなるっていうねんて。そうなん、呼んで今いきなりこんなことになるの、うん、私らの育て方間違ったんかな。それかやすしと私いつも喧嘩ばっかりしとったやろ。それ見とったから喧嘩することが当たり前と思ったんかな。やとしたら私らのせいやろ。うるせえんって。うるさいってあんたたちのことを心配して今話しとるがいねん。私らでなんとか阻止しんなんやろ。そうそうやな。そんなもん大人になってねダメやろ。金沢のゲーバー行ってくるわ今から。なやった、キモ。ねえ、何でそれ前よって。何したんやって。今から俺遊びに行ってくるんやって。はぁ、何だと思う。片町に遊びに行くからだよ。来たじゃんよ。前の服着るにゃん。前の服着るよくなるっつうの。俺は可愛い妹になりたいからこう着とるだけやん。可愛い妹になりたいって、お前に可愛い妹を目指さなくていいじゃんよ。気持ち悪いな。大丈夫、お前もっとかっこいいお兄ちゃん目指したらどうねんって。いや、次から次へとなんか問題出すね。自分がこの喧嘩のボンブの話しやんけ。なんで俺のせいにするんやんて。はぁ、お前が次々やりがちなの悪いやな。あんたにごめんねって前に言ったよ。何よ、いい感じしたよ。お前どうもない。脱いでやって。自分で買えばいいのに。スカート好きなの。うるせえ、黙っとれ。自分で買えばいい。なんで人の服着るねんて。今こいつに嫌がらせしたいから決まっとるやろ。いや、外行って喧嘩してきてうるさいし、子供みたいに喧嘩しとんだって。やれてよ、地獄に落としてやる。ふざけんなよ。もう前早い行こう。あーもう早く自分で脱いでって。りょうやめとけって。もういい、ダメだっつったよ。お前前に行って今いいって。終わり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 。私らの仲悪いから子供たちも仲悪くダメねんて。言うてそんな仲悪くないやん。三つ子の魂100までって言うからな。とにかく私ら仲良くしよう。二十何年間私思ったことすぐ口にしてしまってやすしのこと傷つけたし。いや申し訳ないと思ってる。そんな言わんでいいってさっき言うな。本当に言わんでいいねんて。そんなどうする、ずっと仲悪いままでこうだよ。ないから大丈夫大丈夫。私のせいや。大丈夫、お前のせいだ。私は私なりに一生懸命育ててきてんて。結婚式俺たちお前のこと幸せにしてるっつって誓ったって言ったがりや。ということで風呂場にやってきました。イエイ、やってきました。マイク風呂開いてる時に俺が乱入してきてブチ切れたっていう設定にします。はい、そうします。あれ、マイちゃん耳から手が生えちゃったの。可愛いでしょ。ウッパルンパみたい。マイの入浴中に入ってきたお兄ちゃんにブチ切れて、私がお兄ちゃんの服を切り刻みたいと思います。お父さんとお母さんが二人で抱き合って泣いとったよさっき。本当にちょっと愛情のかけらが見えてきたんじゃないかな。ブラ見えてる。紐、これ紐じゃないから、これシャツやから。親父とかリビングの上からでっかい声でも突き抜けるくらいでやつを。あー、お兄ちゃんがブラ入ってきた。たまたま鉢合っただけやる。家族でいいから二人とも一緒に入ることなんてあるわよ、たまには。お前鍵閉めんだから。お前のお前開けて入ってきてんの。いや、10円玉で開くもん、ここの風呂って。別に当たれば以外にさて開けようとするお前が頭どうかしとんねんて。お前は静かちゃんか。まいちゃんも静かちゃんじゃないよ。お前だって来てる。やめろ、切るな。ふざけんな。なんで一刻切っとれんて。ちょっとお前ら何したいねん。なんでりょうまた前のおんで風呂に入ってんて。見てやるねんて。何したの前に。りょうが初めてできた彼女からもらった T シャツやよ。うっせよ。ねえ、服切りやがったこいつら。ダメやって。知るかに攻撃。ピン服へぶちゅうて。いくら風呂入られたらからっつって服切らんでもいいやろいね。パッツくんやんて。やめとけよ。ねえ、これママのせいやろ。あんたらこんなになったん。そうやってこのクソお前。もうママとパパ仲良くするから。いいや、喧嘩しんといてお願い。喧嘩するわ。いや、でかい声出さんとこ。もうお願い、ママのせいやって。ママ声浴びたやんけ。もう切れたやんけこっちは。でお願い、もう喧嘩しんといて、パパとママも仲良くするから。だったよ。お前の前の風呂入ってかんか悪いんて。でも服破ることないや。いくら入ってこられたからって。やめてよ。こんな女の子が、ね、服破るって何事よ。お前のせいでムカつく。くそ、ふざけんな。お前もムカつくわ。いや、ふざけんな。やめろ。やめろって。ドッキリでした。なんでドッキリでした。ちゃっ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 ちゃ。何やドッキリって。ドッキリってどういうや。じゃあ何のドッキリよ。お父さんとお母さんこれから仲良くしてくれるんですよね。するよ。当たり前や。私たちお手本になるような大人になってくれるんですよね。そうしてくれればこの企画は成功でございます。イエーイ。ママとパパが仲良くしてほしくってあんたらが喧嘩しとったってこと。そしたら二人で協力して愛が芽生えると思ったんだ。そうだよ。ええー、だから
れは運転が逆だ。クソだ。パパ怒ったいね。まあうちらに怒った時のママには怒ってないからいいよ。ってことでこれ動画やってことやろ。そう、悪いねんてカメラもう4カ所に設置しちゃったから。こんなここまでのドッキリする必要ないやろ。あんたらもうご飯抜き。そんなパパとママで食べるわ。いいし、うちらお寿司食べに行ってくるし。じゃあ食いね行ってくる。公共寿司行ってくる。時価5万円のとこ行ってやる。はい、ということでこんな感じでこれからも仲良い兄弟でやってきます。キリザキ兄弟これからもよろしくね。終わりのピーナッチ。おい、まる意外しろよ、俺ら雑誌とやってるか。あー誰も言わん、そんなこと。離婚とはもうだー。どうしたあれ。おかしいんだよ。まあ、こういうお父さんだけど毎日面白いので安牌です。儚い壁に